問題です。1863年、アメリカの大統領リンカーンがゲティスバーグで行った演説は何というフレーズで始まったでしょうか。英語で答えなさい。兄弟経済学部主席久米原。 Fourscore and seven years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. 正解だ。なんと全文答えてしまいました。手元の正解を見てみると、正解は Fourscore and seven years ago のみ。一体誰がここまで言えると予想できたでしょうか。ちょっとびっくりしすぎて、何を言ってるのかもちょっとよくわからないし、なんでそれを全部覚えてるのかもわからないし、わからないことだらけです。久米原さん、リンカーンの演説、はい、全て覚えてる。そうですね。そうですねと大したことではないかのように実に軽く答えてみせました久米原。兄弟経済学部主席久米原啓太郎、京都大学経済学部にトップで合格。現在学生ながらネットビジネスなどで幅広く活躍している経済のスペシャリスト。8人が一歩も引かない頭脳の頂上決戦はまだまだ続いていきます。